近のお気に入りの飲み物とかありますか？あ、最近のお気に入りの飲み物はですね、美味しいジュースにハマってます。これはね、どこで買ったんだっけ。あ、わかった、カルディだ。カルディに、その瓶に入ってる、ちょっとごめんなさい名前を忘れちゃったんですけど、瓶に入ってる、あのなんかまるでシャンパンみたいないでたちのジュースがあるんですよ。ブドウとリンゴを買ったんですけど、まだブドウしか飲んでなくて、今度リンゴ飲もうかなって思ってるんですけど、あのそれを飲むのがちょっと楽しいですね。もともとはお酒がめちゃめちゃ好きだったんですけど、あの私今新しい本を書いておりまして、その本を書いてる間はあの酒をね飲んじゃうと、もうそこでその日終わっちゃうから、あ、なんか思いついた書きたいなって思った時に本書けないっていう理由で禁酒してたんですよ。もう 1、2ヶ月ぐらいですかね。本当もうよっぽど第何章書き終わったからみたいな節目でしか飲んでないっていうのをやってたんですけど、そしたらなんかあんまお酒いらなくなっちゃってなんかもう習慣化されてただけみたいなところはあるんでしょうね。うん、とりあえず、あとはその仕事をず、このわっちのお仕事ってその区切りがないんですよ。なんか9 to 5ねみたいな、自分で特に決めてない場合はいつでも始められちゃうしみたいなお仕事で、そうなるとこう切り替えがねなかなか上手にできない。皆さん今テレワークしてる方も多いと思うんで、なんとなく分かっていただけるかと思うんですけど、切り替えがうまくいかなくて、でお酒飲んじゃったらもう その瞬間からなんかこうつぶやいたりとかしたら、そういうね酒飲んだ状態での発言って炎上を招くから私はしないようにしてるから、まあ、そうすると強制的に仕事を終われるよねっていうので飲んでた部分もあったっぽくて、そのお酒を飲まないようにしてからは、マーベルの最近ねブルーレイプレイヤーも買ったんで、ちょっとブルーレイで超綺麗な画質で見てみたりとか、そういうのでなんか十分切り替えができるようになってきたんで、そうなった時にちょっといいジュース、今までだったらだからその酒、お酒を買うのに、でだからお酒だったらその瓶のやつだったら1本1000円とか1500円とか、まあ下手したら2000円とかね、ワインとかだったらするわけじゃないですか。でそう考えるとこの瓶のジュース、あれいくらだったかな、多分ねでも500円とかだったと思いますよ。してもだジュースだと考えると高えなって思うんだけど、でも今まではこれよりもっと高い酒飲んでて、まあ体調も崩す可能性もあるものをもっと高いお金で買ってたんだから、え、じゃあ500円ぐらいのこういういいジュースよくねと思って買ってみたら結構いい気分になりましたね。はい、